沖縄県茶谷町にある複合商業施設三浜タウンリゾートアメリカンビレージ複合商業施設はショッピングセンターをはじめ飲食施設やホール、遊戯場などの施設が集まった建物、地域の総称である。複数の施設を組み合わせる目的は主として集客力向上のためである。複数の施設を持つためにある程度の面積または容積が必要となる。 施設は一から建設する場合もあれば、既存の施設に別の施設を併設する場合もある。規模も巨大ビルをいくつも作るようなものもあれば、一つのビルの中にいくつものテナントスペースを持つものもある。構成される主な施設としては、テナントビル、飲食施設、衣類等の物販施設、映画館や遊園地などの娯楽施設、規模によってはマンションやオフィスも作られる。 変わったものとしては、スパ施設などもある。ポイントは、商業がつくことからもわかるように、必ず商業施設があることである。よって、オフィスビルだけの施設、または、マンションだけでは、複合商業施設とは呼ばない。娯楽に特化している場合は、複合娯楽施設とも呼ばれる。複合商業施設のもう一つの特徴は、ほとんどの場合、複合施設としての統一したコンセプトやブランドがある。 程度規定されていることである。複合商業施設という形態は都市や地域の再開発において非常に多く用いられる。ありがとうございます。